どうも、大久保です。河合の共通テスト模試を受けてきましたので、その自己採点で8時に集合して、8時に帰る。いや、すごい増えてました。はい、大変だったと思うけど、やっぱり社会が強い。社会は強いですね。数学です。数学。はい、数学。鬼門の数学。数学が、スイッチ映画で初めてやった情報はどうでした？さあ、では始まりました。むちチャンネルさん、はい。どうも、大久保です。はい。河合の共通テスト模試を受けてきましたので、その自己採点の報告になります。はい。よろしくお願いします。はい。ということで。すいません。その服ダメ。音がずっとガサガサ。マジっすか？はい。パーカーとかの方がいいんいや、パーカーとか関係ない。とにかく、音、まあ、時々いるんだよ。ずっとガシャ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 言ってる音の人。マイク、マジ有能なんです。はい。では、受けたということで、第1回前頭。共通テスト模試ですね。共通テスト模試ですね。はい。見ていきたいと思うんですが、はい。はい、全体的にどうでしたか？新しい新形式ということで。新形式、そうですね。まあ、新形式としては、英語のリーディングと国語の、国語がマジで量が多くなってて、はいはい。いやー、すごいことになった。で、まあ、ちょっともう全然、ちょっと思ってよりできなかったかなっていうところと。古文が、から出てたんで、だいぶ主語とかもとっちらかってて、はい、すごいちょっと大変でしたね。わかんない、まだ受けてない人がいるからそんなネタバレすんなって言われちゃうから言わないでください、内容は。はい、英語はね、その大門が8つに変わりまして、いや、すごい増えてました。はい、大変だったと思います。もうやってもやっても終わんないみたいなね、そうですね、感覚になった人が多かったということ で、まあ、それが英語リーディングですね。英語リスニングはそのまま変わらずでした。そうですね、英語リスニングは変わらずって感じでした、はい、そして国語はね、大門1個増えまして、いやー、やばかったっすよ、はい、とにかくもう量が多いったら、はいはい、なかなか終わらない、ね、だから10分一応試験時間は増えているけれども、いや、10分の量じゃないっすよ、あれ。そうそうそう、なのに3つ目があるっていうね、やばかったですね、はい、個人的には、うん、古漢の点数が減ったじゃないですか、うん、はい、減りましたね。けどむしろ逆に古漢の重要度上がったかなと思います。あ、そうなの。逆にここをいかに、うん、早く終わらせて現代文時間を余らせるかって意味で、ね、古漢の重要度逆に上がったかなっていう印象を持ちました、うんうん、なるほど、わ、はい、かりました。で、まあ東大志望ですから、はい、分散で、分散です、はい、行くということで、じゃあそれぞれの、まずじゃあ受験した科目は何だったかっていうと、英語、国語、はい、で社会が日本史探究と世界史探究、はい、で数学 1A、2BC、はい、で地学生物基礎、情報ですね。はい、そうなんですよ、情報までね、帰る時間が遅いと。いや、ことですよあのね、数 1A が70分試験受けるんですよ、はいはい、で、数 1A 70分試験終わって、あー終わったと思ったら、続きまして数学 2B の試験を始めますって言って5分ってすぐに始まる。なるほどなるほど。かっきょ、帰り何時になるの？え、8時に集合して8時に帰る。8時間かっきょっす。ということで、じゃあまあ見ていきますか。はい、どっから行くか、まあじゃあ英語でいきますか。じゃあ英語からいきましょう。はい、新しくなった英語リーディング、いやー、英語リーディング74点です。おお、なるほど。全然ダメでしたね、うん、言い換えを見抜くっていうのがちょっとできなかったですね、うん、はい、まだやっぱ英弱ですね。でもだって英語ダメだと東大はきついぜ。ああ、間違いないですね。かなり大変。何点欲しいですか、今の形式だ。いや、まだ分かんないよ、だって本当のさやつが分かんないから、うんうんうん、第1回目だから。そうですよね、どんな風になるか全く予想ができないというか、まだ模試では常に9割超えないとってところですよね。ただ本番はその新形式の部分は優しくなる可能性もあるから、うん、そうなので、まだ見えないよね、本当にね。まあ手探りでやるしかないですね。ただまあ74は低いですね、東大志望。はい、英語リーディングはまっすぐやってった。英語リーディングまっすぐやってました。で、最後まで行ったの？最後行きました、うん、最後までも74、最後までも74でした。はい、続いてリスニングが。リスニングが62点です。形式変わってないのにダメでしたね。いや、ちょ、練習不足がたたりました、ね、ららダメですよ。はい、じゃあ続いて国語いきましょうか。国語が179点です。お、179点、はい、おお、もうちょっとで9割でしたけど。そうですね。じゃあ大門1の評論が、評論満点でした。お、45点満点になったやつですね、はい、はい、45点で、小説が、小説が1問ミスで38点です、うん、38点、はい、45分の38、はい、で大門3の新しい形式、新しい形式のやつが、3問と4問の1問ずつ落としたのかな、それ38点でしたね、うん、45点中の、ん？ 45 問はないでしょ、おかしいぞこれ、20点中の13点ですね、全然違うよじゃあそして古文が、古文が32点か、はい、32で、で6点7点落としましたね。で、漢文が、漢文が、1問ミスして41点か、点ですね、はい、合計すると179ということで、ね、なるほど、そういう感じでしたね。順番はどうやって国語は解いた？国語に関しては古漢を終わらせてから入ったって感じなんですけど、あ、まあ
だったんで、もう主語がとっちらかった。ネタバレじゃダメだっつってるでしょ。語尾がね、はい、主語がとっちらかってたんですよ、はい、でもそれでだったんで、まあなかなか終わらせるのは厳しかったですね。ただ漢文が若干優しめだったんで、うん、ここで時間稼いでって感じで。では、はい、じゃあ田橋さんと同じ得意な社会科目。いや、もうここはもう特に言うことないですけど。え、日本史正解して順番どうやって解いた？日本史探究から解いたと思います。はい、はい、日本史から解いて、朝一日本史からやったわけですね。そういうことです、はい、で、日本史が満点です。おー、100点ということでございました。続いて世界史が97点です。おー、じゃあ1問ミス、1問ミスですね。おー、ということでやっぱり社会が強い。社会は強いですね。まあしかも範囲限られるしね。いやー、そうですね。なんかそんな難しい問題はなかったかな。なるほど、感じでした。あんまりひねった問題はなかったですね、はい、うんうんうん、では続いて数学です。数学、はい、数弱、鬼門の数学の数学が、数 1A が35点です。35点35点ですよ。テンションレベルじゃん。きちな、きちな、やば、35、 35点。東大目指す人で35はきついでしょう。敗因は作図ですね。うん、作図が全くできなかったっす。そんなレベルじゃないよ、敗因。あ、そうか。35点じゃ敗因も何もないよ、もう。そうだよ、間違いない。敗因どころじゃない、そこら中間違ってるじゃん。だって、え、選択したのは選択、いや、数学は全部ですよ。あの、整数が消えたんで。前までは5問中4問選択するみたいな形式だったと思う。なんでてんちゃん解いてなかったのじゃん。え、てんちゃん1個解いてなかったよ。ちょっと触れないでおいた方が。てんちゃん大問1個解いてなかったけど。え、3つのうち2つ選んでたけど。え、あ、休課程の方だった。あ、そうか、休課程で両方あるんですよ。で、新課程で、新課程の方。あ、そういうことね。じゃ、そう、新課程の方は確か整数がなくて4問中4問。あ、そういうことね。多分そうだと思うんです。じゃあ休課程、てんちゃんは休課程と、ね、多分そうだと思いますね、はい、で、数 2B、 数 2B が61点です。数弱ですね、やっぱり。数弱なんですよ。たわしさんと同じですね。英数ができない。え、マジ、たわしさんと本当に同じですか、僕。うん、英数できない。だから、英数できないと東大はですよ、ね、かなり厳しいですね。だって社会なんて東大生みんなできるでしょ。うん、で、理科基礎ですか。理科基礎、地学基礎と生物基礎を受けて、地学基礎の方が16っすね。で、生物が16。あ、生物基礎あれですね、こっちに書き込んでないですわ。で、生物基礎が50点中14点か、はい、になります、はい。まあ、8月までに仕上げて、うん、8月の7割8割取りに行くっていうところでやっていきたいと思います、はい。で、新科目情報1、情報142点ですね、はい、これ100点満点、100点満点中ですね。え、東大は使うんでしょうっけ。あ、使います、使います。東大何点？100点です。100点。あ、普通に、そのまま100点で使うはずなんで。で、それで全部の点数が圧縮される。はあ、はあ、はあ、初めてやった情報はどうでしたか。情報っすか、うん、意外となんか日本語の問題が結構多かったかなっていう感じで、うん、で、プログラミングとかは結構ちゃんとみっちり対策しないと全く歯が立たないみたいな感じでした ね、うん、じゃあ対策はしていくんですか。いや、もちろんです、うん、多分二次試験で3点取るより情報30点上げる方が絶対に効率がいいと思います。あ、出すってことね、はい、なるほどね。っていうのもじゃあ合計はすると何点だったんですか。680点ですね、うん、ああ、あと120点上げなきゃいけないです。あ、違うわ、情報が入ってるから増えてるわ、合計点違う、比率増えてるのか。あと200点近く上げなきゃいけないですね。だから、ね、1000点中480点です、ね、はい、1000点中の680点ということで、まだまだですね。まだまだですね、全然まだまだですね、はい、だから英数がとにかく低いから、そうですね、ここをやっていかないといけないですね。はい、そんな感じで、はい、じゃあ、まあ、だからね、たわしさんと同じになっちゃうから、このままだと。ああ、確かに。なんでちょっと英語を頑張ってください。どうやってやっていくのか、はい、今後頑張ってもらいますんで。了解です、はい、ノートなんか書いてんじゃねえ。こんな長い長文書く時間があるんだったら、いや、これ元から書いたやつよ。勉強しろ。すいません。長い。ということでした。はい、じゃあ頑張ってやってください。はい、はい、ご視聴、はい、了解です、はい、ということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 バーイ。はい、オッケー。うっす、長かった。すいません、なんか全然表示が長い。